知ってますか？はい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 。クベ、水が干上がること。え、違うよ、林業の施業だよ。その通り。干ばつは込み入った森の木を抜き切りすることです。干ばつをすることで下草が生え、土砂災害を防止できます。すごーい。実はこの干ばつは世界的なある目標の達成にも貢献するんです。それは何でしょうか？はいはい、クメ、すごい大事な技術図。それ SDGs のこと？お見事。SDGs に干ばつは貢献するんです。干ばつをすることで地球温暖化の防止や水資源の保全など世界的な SDGs の達成にも貢献しています。河合さん、干ばつしないよ。でも私たちどうすればいいんですか？皆さん、干ばつができなくても干ばつ剤を使うことで干ばつの促進につながり SDGs にも貢献できます。皆さんが使っている割り箸や紙にも間伐材が使われていることがあるんですね。はい、皆さん、それでは間伐材を使っていきましょう。おー、以上、間伐先生でした。バイバーイ。バイバーイ。